ナチュラルヒストリー・オブ・バーズの図版、エリーザー・アルビン・ウィリアム・デラムは、イギリスの聖職者、科学者、著述家である。自然進学の著作などを残した。比較的正確な音速の計測をしたことでも知られる。ウスターシャーのスツールトンに生まれた。グロスターシャーのブロックリーで学んだ後、1675年から1679年まで、オックスフォード大学のトリニティ・カレッジで学び、 1681年に除海された。1682年にワグレーブの副牧師。1689年から1735年の間はアップミンスターの教区牧師を務めた。アップミンスターの時代には正常事例配堂の司祭も兼任した。1696年に著書アーティフィシャルクロックメーカーを出版し、これは何度か再刊された。 代表作は、物理神学、キリスト教神学の三部作である。自然の仕組みを説明し、様々な自然が人間に奉仕するように、神が意図的に計画しているという立場に立った著作である。これらの著作には、いくつかの独自の科学的知見が記述されていた。例えば、時計の精度を向上させるために、温度の伝達を防ぐために真空にするにすることの、 検討などが含まれていた。天文神学には境界に16フィートの長さの望遠鏡を使って観測したいくつかの新しい星雲について記述していた。音速の測定については天文観測に用いた望遠鏡で境界の塔から友人が散弾銃を撃つのを観測し、発射から音が聞こえるまでの時間を0.5秒周期の振り子で測定し、 毎秒1072パリフィートという値を1709年に発表した。1703年に王立協会フェローに選ばれ、王立協会で多くの論文を発表し、同時代の博物学者、ジョン・レイの伝記も書いた。博物画家のエリーザ・アルビンと共著で、昆虫や鳥類の図鑑も出版した。ありがとうございます。